ツアーが始まり、CRO デスクですね、カスタマーレセプションでですね、24時間体制で、学生さんサポートしているデスクになります。平日の日中でしたら僕たち日本人スタッフ常に常駐してるんですが、深夜帯であったり土日など24時間体制で何があった際に、待機してるスタッフとなりますので、来ていただければ、常に解決してくれるようなデスクになっております。こちらの方が、メインオフィスの方になっております。学生さん主に使われる窓口がこちらの表の3つの窓口になっておりまして、まず一番窓口ですね、皆さんの入学や卒業の際、またはチェックアウト、チェックインの際の、入金であったりパスポートの管理、ビザ管理をしている場所になります。で、2番窓口が外出関係、週末の旅行関係だったり平日の外出関係の方です。3番窓口がですね、教科書の、購入であったりレベルの変更を行う窓口になっております。窓口使う際ですね、こちらの方に発券機がありますので、必要に応じて、発券機の番号を押してください。番号呼ばれたら、窓口の方に行っていただくような形になっております。こちらの方がカフェになっておりまして、朝6時半から、夜10時半まで開いておりますので、授業始まる前にあったり放課後なども利用することが可能になっております。カフェなのでコーヒーとかもちろんなんですけども、簡単な定義であったり、コーヒーもオーダー入ってから、作りますので、結構本格的なコーヒーが楽しめるようになっております。こちらナースステーションの方になっております。平日の、日中は常にナースの方が常駐しておりますので、急に体調悪くなった際やですね、初期診断など簡単な治療を行っていただけます。はい、こちらがクラスがあるエリアになっておりますね。休み時間などはこういった場所でゆっくりすることが可能になっております。お部屋ごとに先生が教室を持っていますので、学生さんは先生の教室に授業を受けに行っていただくような形となっております。お部屋の形がこういった形で、声があれですね、こもるんで隣の人の声とかあんまり聞こえないタイプの、はい、お部屋になっております。ベリースモアカメラアイノーフラストの4階がですね、アクティビティエリアの方となっております。ここが、ヨガエリアさん、ヨガでストレッチ、こちらで週に2回、外部のプロのインストラクターを呼んでまして、ヨガの、レッスン受講可能になっています。これがライトで、外から人が近づいてきたらライト反応して夜でもベルになります。本来だから ESL の先生、こちらに、他のコースの先生が常にお昼以外で待機している。質問とあれば、僕の方がいいです。
ジェネラル取ってる人も TOEIC 例えばちょっと質問したいなとかできるんですか？ TOEIC と IELTS とビジネスの先生がいます。じゃあ別にコース関係なく聞ける？聞こうと思ったら聞けます。聞きます。はい、全部屋、ドミトリーの方、バルコニーまで付いてるんですけども、一人部屋、二人部屋に関しましては、外で息吹できるよう、椅子なども用意している形になっております。ハンガーがあるの嬉しいですね。ハンガー一人も金庫もあるとかですね。あ、いいですね。いかがでしたでしょうか。留学に興味ある方は概要欄の LINE URL からどしどしご連絡ください。チャンネル登録、高評価もお待ちしております。